さあ闇のゲームの始まりだぜ。こいつは4発しか撃てないが十分だぜ。敵モンスターは2体、上等だぜ。行くぜ俺のターン。俺が攻撃表示でダイレクトアタック、さらにダイレクトアタック。次は貴様だぜ。ダイレクトアタック、終わらせるぜ。ダイレクトアタック、全滅。さあ音量を下げるなら今のうちだぜ。リボルバードラゴンを召喚ファイヤー。苦情は後で聞くぜ。目覚ましのアラームに設定しておくんだな。トラップカード発動。悪空間物質転送装置。このカードによって開かれたワープゲートは侵入したもの全てをワープさせる。まずは敵モンスターの攻撃をあえて受けるぜ。さあ来い。そして転送された先にはトラップカード、奈落落とし穴。またのご来店お待ちしております。さらにもう1名、またのご来店お待ちしております。さすがに草が生えるぜ。マジックカード発動。風魔手裏剣くらえ。よし、この手裏剣は一定時間後に爆発する。これでとどめだぜ。って、何これは。砂人の大竜巻。だがその程度でこの俺が止まると思うなよ。ああ無理だわこれ。こいつは手強いぜ。速攻魔法発動、増殖。俺はブルーレッドシャンプシャン。全部俺の声だぜ。屋上で生きがってる奴らを黙らせてやるぜ。俺は手札よりカオスポットを召喚。これは着払いだぜ。さらにもう一体、この時点で貴様らは死んでいるぜ。佐川急便。さあ払えない分は俺が徴収に行くぜ。ダイレクトアタック。相棒。くそ、相棒がやられた。くそ、こいつとんでもねえ強さだぜ。相棒、俺に奴を超える勇気をくれ。行くぜ、アルティメットバーン。